はい、始まりました。はい、神羅方向対神羅方向プラスと、はい、いうことで、神羅方向の、はい、パックから20枚採用、20枚以上カードを採用していただいて、はい、それと拡張パック第1弾から第 13弾の中から1パックだけ選んでいただいて、はい、まあ、そのパックだけプラスベーシックカード、はい、ということで、まあ、ちょっと緩めなね、はい、でも、まあ、神羅方向の新パックのカードが20枚あの入れなきゃ20枚以上入れなきゃいけないということで、まあ、だいぶなてらなてらしたなてらなてらした、ね、なてらした大会になってますが、ついにその決勝戦ということで、はい、はい、奥側がフィルルーさん、そうですね、手前側が、ロカ君ですね、はい、はい、まあ、なんともあれですね、ビショップとドラゴンが事前情報でめちゃくちゃ強いんじゃないかって話だったんですけど、はい、蓋を開けてみればエルフだらけエルフ一番弱いと思ったんだけどな、エルフだらけロイヤル、ネクロもいて、ね、うん、はい、ネメシスが一人もいませんでしたね、はい、バンプも一人もいませんでしたね。バンプ見なかったね。そうですね、うん、なかったね。ネメシスも見なかったし、ウィッチも見なかったし、ウィッチも見なかったな、はい、本当はね、サンリーダーいなくて、そう、まあ、ビショップドラゴンちょくちょく、まあ、そうね、ちょくちょく、はい、って感じですかね、はい、でお互いは、手前側のロカ君はネクロなんですけど、すかな、あ、ちょっとごめん、キャラクターまで見てなかったんだけど、はい、一応パックがケルベロスってことで、俺久々にケルベロスって言えたわ。いつもケロベロスって言って、その度にコメントで怒られてたんですけど、今日初めてケルベロスって言いましたね。早いな。早くて強い。早くて強くて。早くて強い。早くて強くて、パックが分かんない。確かに。うん、全部？ウォーターフェアリーもそうか。ウォーターフェアリー。ゴブリンもそうか。あ、ウォーターフェアリーそうだね。ベーシックだから、ね、まだパックが見えてこないしね。おっと、ここでもうとうとう出してね。とうとう早いね。早いね。いや、つれこれ。つれ。あれ、これ引き殺されちゃうやつですかね。いや、まあ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 、でもあのバゲモンみたいな3-1取っとくと、まあ、まあまあ、うん、そっか、フェアリーが、フェアリー、こいつは、ナテラの体重があればフェアリーを出すけど、なければ出さないのか。そう、出さない。暴れれば悪戦。ああ、フェアリーを取った、なるほど。まあ1だからね。そうね。いや、しかしこれは辛いぞ。だってナチュラルマナでナテラの体重出るし、早いなぁというか、早い、ね、早い。取ってゴブリン、もうアイリーの追いちゃうんじゃないかこれ。あ、置かない。何してるの？やつ。アイリーナつったね、お前。もうちょっと違う名前だった気がする。アイリーね、惜しかったですね。惜しかった。一番惜しかったんだけどね。そうですね。はい。まあこいつは進化で使うか。はい、さあ、ここで進化ついたんでしっかりいきたいんですけど、いやー、ちょっとなー、もう一段待てば、まあ、ちょっとなーというか、なんかもうダメですね、ダメですね。これオシリ進化しかねえなー。そうですね。いや、これはきちい。オシリ進化で3-1か1-2、1-2かなー。ナテラ出たらもう厄介だもんな。あそこ、はい、取って、なるほどね。いや、痛すぎるこれ。アイリーネで美味しく取られちゃう上に、あらら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 ら、いや、アイリーネ出す必要すらないのではないかな、これ。クレア、そうね、だって草の学んで終わりだからね。あ、これで終わりですね。あ、なるほどですね。で、進化切って、どこに切るかな。あ、そっか、あ、そっか、墓地5溜まってたのね。 2枚打たないと草の学んってダメージは2枚以上プレイしてなきゃいけないんだっけ。そうかな、確か。そっか、ああ、さあ、でももうダメですねこれね。早くも決まりましたかねこれね。うん、無理か。引き殺したね。無理だよな。ネクロアニマルズ出したってしょうがないしね。アニマルダメだね。さあ、ここはなかなかきついね。いや、あー、きちいな。アニマルズ出して、いや、ダメだな。ダメだね。アニマルズは出るけど2体しか取れないもんね。まあ進化ででかいのを取るぐらいしかできないね。ああ、いやー、そうだね。うん、進化で、まあ
ダメだね。どう取ってもダメだね。ダメですね。シンカー早い。早いな。行きましたね。決まってしまいましたね。だってもう一つのパックのカード出てねえもん。うん、まさかの、いや、あの、すげえ。神羅方向のカードだけで、ね、終わらせてしまいましたね。神羅方向とベーシックで。神羅方向ベーシックで。はーいや。強っ。引き殺したね。引き殺しましたね。いやマジか、こんな出るんだね、はいはい、なんかこの新パックと旧パックのこう、はい、掛け合わせがいいねと思ったんですけど、ですね、ネクロロイヤルと、はい、旧パックが一切出てこないっていう感じに、ね、新パック強いっていうか、まあ、テーマがね、ナテラってテーマが一貫してるから、過去パックと混ぜてもあんまりって感じなんじゃないですかね。さあ、ネクロネクロミラーですが、はい、さあ、手前側ロカさんは、さっきのネクロと同じだろうから、機械の子ってことは1個前だよね。1個前か、受殺現場もあるしね。1個前バーサスケルベロスですね。パックが違うんですかね。違いますね。なるほど、はい、うわすげえ、犬強いよね、あの犬ね。犬でもなってらないからね。あ、なんでプラス2にすんだあいつ、うん、あ、いいじゃんいいじゃん、シープスピリットね。あ、シープスピリットはいい。あー、なってらが来ない、出さないよね。まあスピリット、あ、スピリットいいじゃんね。スピリット2体、これは強い。すぐナテラの動きできるのはいいですね。そうね、はいはいはい。さあ何出すか、ソーラ。こいつも強いんだよな、ソーラもな。ソーラはあれだよ、前のパックだよ、古い、ね、古いパックだよね。そうね、うん、はい、買おう。いや、ヘリオも強いな、これ。ネクロ入れてる人みんなヘリオだもんな。ヘリオ、あ、これはでもまあさすがに顔を顔面の殴り合いですね。戦後有利かな。あー、ちょっともったいない気がするな。あー、もうナテラ、ナテラだらけじゃん。ねえ、もう顔顔じゃねえかこれ。顔顔。あ、まあ進化をちょっとこう気にしたかな。はい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 、はい、ヘリオだけまあどうせ同じだから。さあ、ただナテラが出ない。そうだね、ちょっと向こう側、そうですね、きついね。ナテラが出ない。犬2体で1匹突破するのもなんか味気ないしね。そうなんだよな。まあ難しいな。犬2体、まあ、ソウルコンバージョンおじさん使ってもいいけど、デビルメイクライね。あ、デビルメイクライ使ってもいいけど、まあ一応全面処理はできるけど、果たしてどうなのかってとこだよね。確かに、うん、まあなんなら美味しい取り方したいし。ああ、犬2体か。犬2体コースか。犬2体コースだね。全取りコースか。とうともちょっと切り札だけど先使いですね、これね。はいはいはい、はい、これ進化時効果あんだっけ。こいつはないか。こいつは進化時は特にないね。そうですね、はい、じゃあただのただのカードを使いましたね。はい、はい、ナテラ出つつ、まあでも全面処理しないと、まあ、そうね、5ターン目だしね。そう、5ターン目にケルベロスかね。うん、まあでも盤面が埋まってるから結局ここでフルに。さあ、ケルベロス。いやー、でもそっか、打つでしょうね。打たないかな。ルベルも引いたのか。いやー、ケルベロスじゃねえ、かっこ。だってルベルはだって、まあまだも、まだってかコストもっと高い時に使った方が。そうだね、アニマルズで蹴る進化で。ケルベロスは結構防御っていうか、え、そこ進化すんの？そこなんだ。そこ進化すんの？はいはいはい、これ顔に行くってことか。もしかして間違えたんじゃないか。そんなことない。いや、もう顔に行こうと思ったんじゃないですか。なるほどな、うん、ラストワード1点なんてシャラクセーっていう感じじゃないですかね。顔面プラス2を採用したわけ、最優先ですよ、それ。なるほど、もういけると思ったでしょ。じゃあ、トースト使わない、入ってないのかな、使わないのかな。もういけると踏んだんだろうね。なるほどね。ヘリオもいるし、盤面、うわ、ソーラが発動するかな、これ。いや、強い。いや、ソーラ強いな。マジで強い。5点って、うん。やばい。ソーラはマジで強い。さあ、まあ、勝利して、そのゾンビも上からだろうな。そうだな。うん、さあ、これは1点ピンチじゃないか。まあ、回復されて、アニマルズが、アニマルズがいるから、まあアニマルズ美味しいか、割と。そうだね。あら、
アニマルズでもこれ進化させなきゃいけないかな。どうだろうね。まあアニマルズ2体は出るか。2体出て、あ、2体出るから全滅じゃん。なるほど。うん、どうやっても全滅じゃない。アニマルズのよくランダム効果は俺まだよく分かってないけどな。あ、そっか、アニマルズとかランダムか。おいおい、うん、なんか確定一点みたいな。そうそうだそうだ、ランダムだったこいつ。こいつ、ね、さあどうなるか。プラス11かランダム1点か。プラス1だった。あ、ダテラが加わったやつね。残念。つまりもう進化を切らなきゃいけないなと。さあ上から取るかな。でミーアも取って、殴ってみてからでもよかったかもな。ああまあまあ、そうね、はいはい、まあまあ最後のラストワードは良かったですね。さあでもこれ逆転が同じことされますね。同じことされるね。ナテラゼロコス、しかもそのルベルは無事に、うん、そうね、無事残るし、ワンチャンこれ1点来たらでかいな。あー、あー、いかないか。まあ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 全然あるからね。いやー強い。うん、ちょっと奥側有利ですね。これでナテラ来たらいいんだけど。あー、あーちゃんと強いね。いいやつをつけてね。はいはいはい。さあどうする。ヘリオが、これ一番左のカードなんだっけ。一番左がヘリオ進化。ヘリオ進化で、ヘリオ進化、ゾンビが、リッチが出るのか。いや、じゃあちょっとが足りないな。そうだな、12点だからな。あー、ナテラにかけた。キャロット弱いね。キャロット弱いね。オシリス、キャロットオシリス。あ、進化ねえのか。進化ないで、あっちはある。進化ねえのか。いやー、これはちょっと怖いね。背中の拳、天使の翼。ヘリを置いて、はいはいはい、はい、エンドかな。いやー、ちょっとまずいね。これ取れないのはかなりきついね。まあ、ハンド的にどうだろう。アニマルズ1体はまずとりあえず確定で、シープも出るから。あー、機械の子もいったね。さあ、殴って、これで何が来るか。あー、いったね。まあまあ、シープもいたしな。あー、いやー、ここでナテラ君のね、熱い。ルベルが無双している。無双してる。ランダムってのかなー。ランダム、うおー、あー強い。チョイスしてるかのような。いいチョイスだね。操っていくね。で、ここでもう一枚加えておいてな。機械の子かな。あー、アニマルズを呼んでな。いやー、これはソーラ置いてもいいな。もう進化。いやー、これちょっとこっち側からしたら絶望的な場面ですね。絶望的だね、これはまずい。あー、そっちか。デビルメイクライ、はい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 。デビルメイクライね、なかなか伝わらないからね。なかなか伝わらない。さあ、失踪ゾンビ。いやー、ちょっとなー、ナテラ引くしかないか。なんだっけ、8コス68やつ、なんだっけ、そいつ。え、8コス68やつ。こいつ自体アクセレレートで使わないと突進。ああ、突進。まあでも消えぬエンコンはあれですね。そうね、偉いね。なぜら、まあ結局取れないんだけどね、ルーベルね。あ、うーん、ちょっと遅かったな。そうだね、取れないね、ルーベルね、まあ、いや、まあ運で、運で取れるよ。1点。ネクロアニマルズ2体。あ、出ないか。あ、出るでしょ、リバイバルから。うん、2体、2体出て1点があっちにルベルに届けば、そうそう、3分の1で2分の1。なるほど、6分の1の確率で。おお、そういう2回あるから。そう、2回のどっちかで出ればいい。なるほどですね、うん、キャロットにしたみたいですね。まだ引くみたいですね。ああ、まだ引く。何かあんのか。あ、犬か。コープスドッグ。犬面白いね。いや、ただ足りねえかな。足りないね。あ、足りるか。足りないね。まあ次のターンだろうね、やるとしてな。まあまあ、一応倒せばするのか。あ、そっか、犬を走らせる。なるほどね。はいはいはい。はいはい、あ、これは良かったよかった。いいか。いや、辛いな。辛い。うん。だって、ワンチャンもう一匹ルベル出てくるし。あれ、おっと、あ、いっしゃ。おっと、ここで絡めてきたか。ねえ、キューパックと。攻撃できるからね。ねえ、急速なってな。ドロー。何を待っている。しょうもないからな。このターン15点減らすのは無理だろう。そうだね、さすがに。ヘリオ、ヘリオ、ヘリオ、なんかこうしてみると弱くなってくな。いや、いいと思うよ、ヘリオ全然。序盤良いよね。まあ、3コス21で使っちゃうのがいいんだろうな。はいはい。ここ進化は殴る。アニマルに進化は切らない。いや、ヘリオ置いちゃえば。ヘリオ置いちゃう。あ、ミーノも置いちゃう。もう
死ねよっていう感じのフィニッシュですね、これね、はい、さあ、テミスの粛清でも引かないとね。さあ、まあまあ、リバイブマナー来てくれたの嬉しいね。確かに3体出るからね、ネクロアニマルが結構でかいな。まあここで何が来るか、あ、でかい。あー、オッケー、4体出せるね。いや、やっぱネクロアニマルズ強えな。ハハナル君が出てきた。ハハナル君じゃん。ハハナル君も 100% 発動するね。ねえ、さあ、1点いくか。あー、バープか。能力くれた。行って行ってくれるでかいんだけどな、これね。確かにそれね。さあ、ネクロアニマルズを。あれ、まさかのちょっとなんかいい感じになってきたね。そうなんだ、いい感じになってきたね。しかもコープストックまで来たから、これ最初にコープストック得たらなんかめちゃくちゃ強い、ね、めちゃくちゃ強いコープストックが。さあ、あ、加わったナテラ。で、これコープストック出してナテラかな。コープストックナテラで、あ、リバイバーナーとりあえずして、リバイバーナーも一回するのかな。なるほどね。ああ、ナテラで、これで出て、あ、倒して、あれ、なんか急にお, おかしいな強いねあれ、なんかあれですね、変わってきましたね、様子が。ああ、また加わってドローできなくなったっていう。そうですね、ドロロックをついちゃいました ね。でもこれ2体出んだよな、ここでな。あれ、あ、いや、ヘリオは1匹、あ、ヘリオ、そっか、うん、倒して、ノコ進化かな、あ、違う、コンバージョンか。はい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 、は、あ、トート来た。あー、トートか、トート来た。いや、これはきついな。これ次のターンぐらいに決めないと、もう。そうだね、こいつら全部ラストワード2点、ラストワード持ってる、もう。いや、さすがに、あー、トートが、トートが燃えてしまった。いや、最後のネクラアニマルズがな、ナテラ加えなければ。あー、母なるくん、まあ、ハナルくんワンチャンある。だったらもうちょっとナテラしていいかな。ナテラ、ナテラ、ここでもう一回トートを引けば、ハナルくん、あ、ハナルくん、でも死ねないのか。死ねない、でも関係ねえか、しかも主語だもんな。まあ、回復の方がいいわ、だったら。ナテラ、ハナルくん、はいはい。まあそうだよな、ハナルくん。いやー、とりあえず4点は食らうと。めちゃき、あー、リバイブマナ、リバイブマナいったか、まずいね。あ、だってリバイブ、リバイブで4点。あー、アイシャだ。まあでも顔、あ、そうか、進化すれば失踪か。4、いや、まあ無理だな。こんなの終わりだな。待ってよ、あ、1点残んない、残んないか。まあ、まずこれで、まあこれで、ハハナル君を壁にして4点を与えてくるじゃん。愛者進化で4点。うーん、まあこの、このこいつがどれ発動するかにもよる。なるほどね、愛者に11なんてついちゃったヒニャ。あ、てかどれでもいいか、愛者に。あ、これは、あ、そこ逆に、逆にそうだね、逆にラッキー。あー、対象がいないってなってる。で、愛者進化して受殺ゲーム、あ、ダメだ、だって手札、あ、終わりだよ、終わり、終わんねえか。アイシャ、終わり終わり終わり。リバイブ。終わった終わった終わった。ナテラ3番あるから。あ、そっか、ナテラも発動するのか。ラストワード。あ、なんだ？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 あ、もうダメです。あ、なるほどなるほど。あ、もう、あれ？逆に？ん？逆に今埋まったね。顔を殴ってアイシャが進化して顔で。顔を殴ってアイシャが進化して顔ですね。うん。いや、もう今すごいいろんなことが起きて、もうわかんなくなってます。俺ちなみにまだこのアイシャなぜ出たか分かってないから。びっくりした、確かに出てきたね。はい、ほー、いや、すげえわ、なんかピタゴラスイッチみたいな感じだったね。いや、とうとう強っ、とうとう強いね。はい、ということでフィルルーさん、はい、ロカさん、お疲れ様でした。おめでとうございます、はい、優勝でございますが、はい、まさかネクロがね、最後ネクロ同士の試合になるとは、確かにネクロネクロでね、ね、意外だったな。とうとう強いなと思ってたのに、ちょっと遅いかなと思ってたんだね。そう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 、そう、いや、でもそしたらなんかバンバカバンバカ、あ、なぜな、エルフは早いし、エルフは早いし、なんかね、思ったよりビショップは全然出てこないし、ドラゴンもよくいないし、ビショップだと思ってたんだけどな。ねー、ビショップ自然ビショップ強いって言われてるけど、やっぱこのルールになるとちょっと弱いのかな、ね、はい、ということで、まあ、あの神羅方向プラス大会でございました。はい、一応月曜日の生放送はこのルールでやろうかなと思ってますんで、はい、はい、
デッキ作れる方はね、ぜひともね、こちらのルールでデッキ作っていただいて、はい、夜参加してください。はい、はい、ということで、シンラ方向対決プラスでございました。はい、お疲れ様でした。はい、ご視聴ありがとうございました。はい、ありがとうございました。